マヤランは、ランカ、春蘭族の植物である。和名は、この種が、初めて発見された神戸市のマヤ山にちなむ。関東から九州までの常緑紅葉樹林や古い虹林に生える、金獣族栄養植物である。正面から見た、マヤランの花根茎は長く、地中を配分しする。緑色の茎を10から30センチメートル伸ばすが、緑葉はなく、茎の下部に、 鱗ろ片葉が数個つく。7から10月に形長に1個から数個の花をつける。花は学片、側花弁ともに長さ2トル、幅1トル弱、ともに白色。学片の中央部には赤い筋があり、側花弁は周辺部を除き赤い模様がある。花形は葉緑素を持つ。この花形の緑色は、充粉して果実が成長するにつれて、濃くなる傾向がある。 レッドリストに絶滅危惧通類として記載されている。現象の使用因は森林伐採園芸採取である。しかし菌類に寄生して生活する菌獣属栄養植物であるため株だけを採取したところで栽培はできない。ただし無菌的な種子発芽と無菌培養には成功しており培養瓶内で種子の発芽から開花にまで至っている。同じ果実から得られた種子でも生育に かなりのばらつきがあるが、早い個体は3年足らずで根茎を20センチメートル以上伸ばし開花する。2012年10月26日、国立科学博物館筑波実験植物園は、当主を花粉親とし、同族で光合成を行うスルガランを主子親とした雑種が世界で初めて開花したことを公表した。 春蘭族や蘭化のみならず、すべての植物において光合成する植物と光、合成しない植物の間の雑種の開花としては、世界初であり、光合成をやめた植物の進化の謎を解く鍵となる、ことが期待されている。絶滅危惧通類2007年8月レッドリスト。以前の環境省レッドデータブックでは、 絶滅危惧 i h t t p, p, t、e t e t e、p. p コロンスラッシュスラッシュ WWW.KAHAKU.GO.JP スラッシュ u s e r g u d e スラッシュ HOTNEWS スラッシュテマ .PHPID=000135-128962467&P=2 プレスリリースコを合成する植物と光合成しない 植物の雑種が世界で初めて開花しました。http://www.kahaku.go.jp:/userguide:/hotnews/.php:id="001355128962467 0」。ありがとうございます。